皆さん、こんにちは。シベツサムライブレイズの野口です。今日は皆さんに、おうちチャレンジデー2021のご紹介をしたいと思います。シベツ市の取り組みで、5月26日水曜日は、市民みんなで体を動かす日、として15分以上の運動しよう、そして LINE やメールで報告しよう、というものです。目標は、全市民 46% の8342人以上です。ここで一つお願いがあります。今は、コロナ感染拡大防止のため集団で集まることはせず、個人または家族の運動にチャレンジしてください。詳しくは市のホームページに載っておりますのでそれをご覧ください。それではここで僕らが普段やっている運動をご紹介したいと思います。よろしければ動画を見ながら一緒に運動してみてください。ではお願いします。それでは行きます。バービー行きます。よーい、スタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、やめ。10秒休憩。次もも上げ。5、4、3、2、1、始め。頑張れ。10、いける。9、8、7、6、5、4、3、2、1、やめ。10秒休憩。次腕立て。6、3、2、1、始め。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、やめ。ラストランジ。5、4、3、2、1、こんな感じで、15分以上運動してみましょう。シベツサムライブレイズ、優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。4、3、2、1、やめ。2セット目。5、もうよくない？もうよくない？2、1、はい。